福岡商工会議所は9日、中小企業への支援や歴史文化を生かしたまちづくりの推進など市政への要望をまとめた提言書を高島市長に手渡しました。福岡城天守復元はですね、市民の関心がかなり高まっておりまして、天守を作ればですね、やっぱシンボルにもなりますし、それから市民の心の拠り所にもなるっていう。福岡城の天守閣をめぐっては存在していたことを直接的に示す資料は見つかっていません。そのため研究者の間でも意見が分かれています。福岡商工会議所は天守閣の復元に向け今年3月から有識者などを集めた懇談会を開催。福岡市も今年4月福岡城の観光 PR のためおよそ6250万円をかけて天守台の上にパイプを組み立てて作ったイルミネーション幻の天守閣のライトアップを行いました。福岡商工会議所が市民およそ2000人に実施したアンケートによりますと、復元について賛成、どちらかというと賛成と回答した人が 59.1%、 反対、どちらかというと反対と答えた人は 14.4% でした。復元する場合の天守閣の姿については賛成した人の 76% が過去に存在したものにできるだけ忠実なものを求めています。一方、反対した人の 30% が建築や維持に費用がかかることを反対の理由にしています。天守閣の話でいくと実際の調査をですね、の方を今文化庁と協議をしているところでもございますし、すぐできることはすぐにということで対応していきたいというふうに思います。福岡城に天守閣は実在したのか。福岡市は天守台とその周辺で学術的な発掘調査を行うため文化庁と協議を行っているということです。